ロジャー・ダグラス・メレンは、アメリカ合衆国の電子工学者、実業家であり、初期のマイクロコンピュータ産業に対する貢献と、工学的な発明で知られている。メレンは、最も古いマイクロコンピュータ会社の一つである、クロメンコ社の共同創立者である。クロメンコは、カラーグラフィックスシステムを開発し、テレビ放送やアメリカ空軍の作戦計画システムで、広く使用された。また、 中国で最初に普及したマイクロコンピュータシステムを開発した。また、メレンは CCD イメージセンサ、ー、超音波、イメージングシステム、埋め込み型人工内耳装置、画像処理技術、車両情報システムなどの開発にも多大な貢献をしている。メレンはシリコンバレーの歴史の中で最も重要な発明家、革新者の一人として認められている。若い時から、 メレンはカリフォルニア州チコの自宅で WB6 役者というコールサインのアマチュア無線局を運営していた。カリフォルニア州立大学チコ校に通い、1968年に電気工学の学士号を取得した。彼が最初に発表した発明品であるビートノートバッシャーというオーディオフィルターは、1969年にアマチュア無線雑誌73誌に掲載された。 メレンは、スタンフォード大学大学院に進学した。スタンフォード大学で知り合ったハリー・ガーランドと共同で、ポピュラーエレクトロニクス誌に、ホビースト向けの電子工作に関する記事を6年間に、渡り執筆した。この間、ガーランドとメレンは、Understanding IC Operational Amplifiers と、Understanding CMOS Integrated Circuits という2冊の本も出版した。 スタンフォード大学で1969年に電気工学の修士号を1973年に博士号を取得した。メレンは1972年にスタンフォード集積回路研究所の研究スタッフに招かれ1974年に同研究所の副所長に就任した。メレンは個体殺像素子の高画質化において電化結合素子技術が MOS 技術よりも大きな可能性を秘めていることを認識し、目の不自由な人のための読み取り装置、オプタコンに応用するための CCD イメージセンサーの開発に取り組んだ。また、CCD 技術を医療用超音波、イメージングシステムに応用し、重度難聴者のための埋め込み型人工内耳装置の開発もいった。メレントガーランドは大学院修了後も、 ポピュラーエレクトロニクス氏への寄稿を続けていたが、これが後の彼らの人生を変える出会いをもたらすことになる。1974年、メレンたちはサイクロプスと名付けたデジタルカメラを設計し、その記事をポピュラーエレクトロニクスに寄稿した。サイクロプスについて議論するために、ニューヨークのポピュラーエレクトロニクスの編集部を訪れていたメレンは、そこで、 ミッツ社のアルタイル8800の試作機を目にした。デジタルカメラサイクロプスをアルタイルから制御するためのインターフェースの可能性を認識したメレンはカリフォルニアへ帰る途中でニューメキシコ州アルバカーキに立ち寄り、ミッツ社の社長エド・ロバーツを訪ねた。ロバーツはアルタイルのサードパーティによる参入を望んでおり、メレンにサイクロプスとアルタイルとのインターフェースの開発を進めた。 ロバーツはメレンがインターフェースの開発に取り掛かることができるよう、アルタイルを速やかにメレンに送ることを約束した。ポピュラーエレクトロニクス1975年1月号の表紙に3つ社のアルタイル8800が登場し、翌月号にはサイクロプスが表紙を飾った。メレンはサイクロプスをアルタイルに接続するためのインターフェースの開発に着手した。 サイクロプス及びそのアルタイルとのインターフェースを販売するためにメレント・ガーランドは会社を設立した。二人が大学院生時代に住んでいたスタンフォード大学の寮、クロサーズ記念館にちなんでクロメンコと名付けた。アルタイルはすぐに成功を収め、これをきっかけにクロメンコは他の製品を開発する機会を得た。メレント・ガーランドが開発した次の製品は、 ダズラーというアルタイル用のカラーグラフィックインターフェースだった。ダズラーはポピュラーエレクトロニクス1976年2月号の表紙に掲載された。クロメンコは他にも製品を開発し、さらには Z80 や MC68000 を使用したマイクロコンピュータを開発した。クロメンコのマイクロコンピュータは米国の多くのテレビ局のグラフィック生成に使用され、 米空軍の作戦計画システムとして広く展開され、中国で広く配布された最初のマイクロコンピュータシステムとなった。メレンは1975年の創業から1987年のダイナテック社への売却まで黒メンコ社の研究開発担当副社長を務めた。メレンはシリコンバレーのキャノンアメリカ研究開発センターで 1990年の設立時から2001年まで研究開発担当バイスプレジデントを務めた。この間、ドキュメントイメージング、ステレオ写真、放射線画像システムなどの画像処理技術の開発に従事した。2001年には、トヨタ IT 開発センターのアメリカ法人に上級顧問として入社し、自動車の安全性と効率性を支える自動車。 情報システムの技術開発に注力している。メレンは IEE、e、の論文シチャージ、カップルドデバイセズ、テクノロジーアプリケーションズの編集者を務めた。他にも Understanding IC Operational Amplifiers と Understanding CMOS Integrated Circuits の2冊の技術書を執筆している。メレンのコンピュータ業界への貢献は数多くの書籍や テレビ番組で認められており、PBS のドキュメンタリー番組、トライアンフ・オブ・ザ・ナーズなどに出演している。メレンは50の米国特許を取得している。ありがとうございます。